はあ、戦争ごっこねえ。私はもういいかな。サナエはちょっと前まで乗り気だったけど、山降りてから音沙汰ないし、天狗様は新聞で手一杯。あんまり山の威厳はこの遊びじゃ出せそうにないか。へえ、こりゃまたでかいね。アドバルーンというのだっけか。ありゃ、誰だいあんた。山じゃ見かけないけれど。いやいや、名乗るようなもんじゃないよ。たまたまこの巨人が見えたもので見物しようってね。で、動くのかいこいつ。ありゃ、お客さんでもないモノミユさんか。帰った帰った。動かないよ、こいつはハリボテ。中身は空気のスカスカさ。ふーん、これだけでかくて中身もぎっちり詰まった巨人だったら大層強そうなのにね。強いと思うよ。幻想郷が束でかかっても大変な目に遭うんじゃないかな。いや、あったか。ま、見物なら適当にやってなさいな。満足したら帰るんだよ。ほほう、ならこいつが良さそうだ。内田の小槌よ、我は求める。幻想郷を滑る何事にも負けぬ屈さぬ強大な力、巨人の力。ちょっと何の音？あんた何かし、理想転速動いてる。よっ、戻りだ。霊夢にチルノ、あとカラスや内出の小槌も引っ張ってこれた。こっちはどうなってる？遅い。山からまだ出してはいないけど、スイカはバテて縮んじゃったし、私のゴリアテももうすぐ魔力切れよ。ハチュリーは引っ張ってこれなかったわけ？ウラン連れてどっか遊び行ってると。戦争ごっこなんて知ったらあいつルール無用の無双やらかすだろうし、最近ずっといなかったらしい。ああ、もう使えない。ちょっとマリさん、こっち来て手伝いなさい。うわ、大きい。ちょっとゆかり、何よこれ。見ての通りよ。急な話で悪いけれど、あの巨人を止めないといけない。それは分かってるわよ。なんであんなのが動いてるのよ。カッパのアドバルーンじゃなかったの？それについてはカッパやこの子たちが詳しいわ。だから角生やした変なやつがトンカチみたいなの振り上げたと思ったら、ピカーって光り出してさ。聖者よ、間違いないわ。スターがレーダーで感知してるもの。あいつのそばに聖者がいる。この前コーマ館に行った時、なんだか小槌持って上機嫌だったけど、訪ねてもはぐらかすし、あれがきっと原因よ。あれが目的だった節もあるけど、というかあの雑魚妖怪、幻想郷を逃げ回ってたあの鬼人聖者だったのね。意外だ。小槌？コーマ館？もしかしてあの時？いや、だって私今もこれ持って。よくできたレプリカね。確かに願いを叶えるでしょうけど、込めた力の分だけの有限なもの、すり替えられたのかしらね。大体のことは分かったわ。で、これからどうするの？そのために私と、あとチルノも呼んだのよね。最強の私だけど、さすがにあれは悩むぞ。ええ、あとはと来たわね。おっと、レームさんにチルノさん、間に合いましたか？ええ、鬼と人形師の時間稼ぎのおかげですわ。それでそちらの守備は？しっかりと。誓約書も天狗にも神社にも書かせてきました。秋と法上出来ね。なら盛大にやれるわ。というわけで二人とも頑張ってもらうのよ。
前にはなすすべもないようだな。よし、このまま山を越えて、まずは白霊神社に。私が光を曲げて光学迷彩、音を消して完全ステルス。木々の下から道筋は私がレーダーで、そして私がこいつらを運ぶ。ほら見えてきた。やっちゃいなさいな、チルノ。よし来た、全力全開、豆腐アルティメットブリザード。なんだ、急に冷えて。何が起こった？冬将軍でも来たんじゃないだろうな。うわっ、おい、しっかりしろ、滑るな、慎重に歩け。どうだ、光学迷彩終了。ほら全員離れて、散開。まさか山一辺を全部凍りつかせるなんてな。あの巨体じゃ凍りついた山は移動すら困難、山越えなんてまずできないでしょうね。あとはうちでの小槌の魔力を封じるだけ。時間稼ぎ、みんな頼むわよ。
頑張ってるのに光の三妖精が先にやられてどうするの。こっち三人なんだから。三人で一つってこうしているとちょっと情けないかも。あら、これは没収。よくもゆかり。それであなたも拘束。うわ、隙間。終わったようね。まったく、今回は裏方に徹してばかりだったわ。あくまで異変は人が解決するもの。でも今回、白霊の巫女より妖精が解決したとも言えるかもしれませんね。あら、浮かない顔ね。別に、ただ妖精が思いのほか強くて悩んだかしら。ダメよ、あれは妖精。白霊の巫女の仕事ではない。でも実際に、今だって戦争ごっこ、あの子たちの勝ちよね。ああ、そういう話。え、そういう話。今回の事件はあくまで当事者たちと山の凍結を許可した天狗、カッパ、山の神たちのもとで他言無用となった。なので私も記事にはできない。あれだけ私も立ち回りしながら写真を撮っていたのに残念である。
天の尺は役もゆかりにより拘束。しっかり反省させられた上で、今は本当に光の三妖精の子分として戦争ごっこに付き合わされているようだ。白霊の巫女はこの扱いを納得していない様子であったが、役もゆかりにも考えがあるのだろう。さて、そろそろ私も出かけよう。今日は異変の一番の功労者たちのイベント、妖精対光の三妖精の勝負の日、妖精大戦争の決着が今日つくこととなる。大量大量とは、死体の残らぬ妖精相手はいかないものさね。